はい、京都へおいでやすと、ミスター京都アッキーです。今日はね、スイーツをいただきたいと思います。京都で超有名な宇治茶のお店、辻利さんです。辻利のバームクーヘン、これなんかね、1個450円ぐらいするみたいで、清水店限定でなんか売ってるそうなんです。で、むちゃくちゃうまいらしいんで、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。それでは今からいただいていきたいと思います。いくぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。はい、それではいただいていきましょう。開けていきます。あー、緑のバームクーヘン、むっちゃ緑、抹茶や、むっちゃ抹茶や、むっちゃ抹茶なバームクーヘンをいただきます。なんか見る限りしっとりと、そのしっかり食べ応えのありそうなバームクーヘンです。それでは緑茶と一緒にいただいていきます。じゃあいただきます。まあ、そう、なんか周りも抹茶の砂糖でコーティングされてます。いただきます。うん、うん、うまいな。僕は基本的にスイーツでも抹茶系はいまいち個人的に好きではないんですけども、これは美味しいわ。なんか濃厚でクリーミーなバームクーヘン、口は当たりはしっとりしてるんやけど、後からこの周りのコーティングされた抹茶の砂糖、これがシャリシャリっと、すごい美味しい食感、美味しいわこれ。人気あるの分かるわ。うん、あー、これぞ日本人や。みんな最近これ並んでるんですよ。辻利、いろんなところにねできてるんやけど、京都のむっちゃ並んでます。すごい人気店です。ぜひ京都へ来られたら、辻利のお菓子食べていただきたいと思います。僕はねこういうカステラ系にはお茶もいいんやけど、やっぱりねこう一口食べて、これ牛乳、これが好きやねん。うん、口の中が抹茶ミルク、これうまいわ。これお茶で食べるよりも牛乳で食べたらうまいわ。うん、なんかほんとしっとりしてて、抹茶のチョコレートみたいな感じです。口当たりが本当に美味しいんで、よかったら皆様も食べていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。